まだ目が覚めませんか？はい、着替え。シオンもあんまり無理しちゃダメだよ。この部屋に泊まり込むのはいいけど、せめて睡眠はちゃんととっておかないとさ。大丈夫ですよ。ちゃんと適度に自制してますから。ただ、サトコが起きたら一番にからかってやろうとか考えたら、なかなか寝つけなくって、てへ。残念だね。せっかく今日のお祭りはみんなで大騒ぎできると思ってたのに。お祭りは来年にもあるのです。ここで僕たちが暗い顔をしていたら、起きた時にサトコがきっと気にすると思うのですよ、リカちゃん。そうだな、リカちゃんの言う通りだ。今日の祭りは盛大に騒いで楽しんで、サトコには手土産片手に報告。これで行こうぜ。よし、ケイちゃんのそれ乗った。シオン、あんたも今日は主役でしょ。その先の系列店の晴れ舞台なんだから、しょぼい顔見せてたら承知しないよ。誰がしょぼいですか。お姉じゃあるまいし。まあ、ケイちゃんの言うことにも一理ありますね。それじゃあケイちゃん、覚悟してくださいよ。ぼやぼやしてっと、そっちの叩き売りオークションのお客全部かっさらっちゃいますからね。おう、望むところだぜ。そっちこそ後で吠え面かくなよ。ケイチ君とシーちゃんの一騎打ちだね。どっちが勝つんだろう、太郎。私は問答無用でケイちゃんだから。シオンの店なんかカンコドリ泣いて赤字になっちゃえーってか。それじゃあ、私はここでサトコちゃんを見ていますね。もし目を覚ましたら、神社の祭り本部に電話をかけますから。よろしく頼みますね、監督。とりあえず私を呼び出すときは、その崎姉妹の綺麗な方って言ってくれたらマッハで出ますので。あ、バッチー方はお姉ってことで。誰がバッチーだ。私は生ゴミが。むしろ燃えないゴミと呼んであげてください、リカちゃん。みーちゃんは環境に優しいんだよ。お？おーい、なつみちゃん！みおんちゃん、こんばんは。やっぱり会えたよ。よく来たね、なつみちゃん。
今日は家族で？あれ？ミオンちゃんの隣って、もしかして…夏美って、君吉の？あはは、久しぶりですね。え？じゃあやっぱりシオンちゃん？どうしたの？ひなみざわに戻ったの？いや、実はいろいろありまして、お姉が一人だと寂しいって泣くので仕方なく。嘘を言うな、嘘。二人とも昔と同じ。なあ、俺思ったんだが、ここだと普通の女の子の方が浮いて見えるよな。それは、レナも普通じゃないってことかな？かな？え、痛い痛い！レナ、顔を切っちゃうよ！みんな、お待たせしたのです。み？あ、リカちゃんだ！ば！今は近づかない方がいい。命削られるから。やあ、リカちゃんにケイチ君、君たちも来てたんだね。あ、赤坂さん。君？え、レナ！ちょっと待て！シャラーン！ビークワイエット！ビーポジティブ！この子はレナが言っただけだよ！ふぅー！お持ち帰りー！だから、うちのみゆきに何を？グワーガ！それよりも、間違いなく公務執行妨害なのです。え？じゃあこの人、警察の人なの？女子学生に倒されるようじゃ、日本の治安も心もとないですね。
拳を繰り出した時に体重を乗せて手首をえぐり込むように。あれだけの目に遭っておきながら、無邪気というか肝が据わっているというか、将来有望だね。なんとなく私、あの子とは不具大転の関係になりそうな気がします。というわけで行ってみようか。恒例の渡流し祭、参加者6人だから6強爆投。あえ、みゆきも参加していいの？おめでとう、みゆきちゃん。今日雛見沢にやってきた幸運をたたえ、一日部活体験の栄誉を与えよう。部活って何？よくぞ聞いた。我が部とはつまり、複雑化した現代社会に鋭いメスを入れて活動する、実践的かつ植物的なものにこそ価値を見出して、飽くなき努力と探求を惜しまない。お気の毒ですが、この雛見沢に戻ってきて最高、そして最低の思い出を持って帰ってもらいますよ。レナは弱いからいじめないでほしいな。仲良くやろうね。じゃあ、みゆきは何をすればいいの？つまり、みんなでゲームして遊ぶ部活なのです。裏を返せば、さとこの代わりにみゆきで遊ぼうという意味にもなりますが。みゆきちゃん、あのさ、ん？どうしたの、お兄ちゃん？いや、なんでもないんだ。ごめん。シンプルにポイント制でいくよ。終わった後の総合点で勝敗を決定。で、ビリには罰ゲーム。わかりやすすぎるわ。さあ、部長さん、ゴレをよろしく。たく、そんじゃいくぜ。6強爆投！
バラ君、そろそろ時間だ。よろしく頼むよ。はい、わかりました。任せてください。お、ケイちゃんいよいよだね。口先の魔術師の本領発揮、楽しみにしてるよ。もう少しいい応援の言葉はないのか。なんだ口先の魔術師とは。せめて計算マジシャンとでも呼べっての。ますますうさんくさいのです。紅茶好きの司令長官さんですか。それじゃあケイちゃん、私は屋台パーラーへ向かいますから。売り上げ勝負でこっちが勝ったら、前にお姉にプレゼントしたフランス人形、私にも買ってもらいますからね。待て、あれはタダでもらったから遠慮なくやれたが、買うとなると別問題だ。高いんだぞあれは。あケイちゃん、なんかその言い方気に入らないね。ならケイちゃんが負けたら、私にはそれ以上のプレゼントを要求する。なそれ以上って、なんだろう。ひょっとして婚約指輪とか。おお、ここで公開愛の告白ですか。まったくお熱いですね。別にそういう意味じゃ。ミーの自爆なのです。ミー、はう、指輪ってどんなだろう。はうはう、ダイヤ、ルビー、それともポリハルコ。最後のは実在じゃねえ。せめてプラチナといえ、伝説の武器でも作る気か。っていうか、そんなの学生身分で買えるわけねえだろ。というわけで、この勝負は今後のケイちゃんの台所事情に大きく関わってきますので、頑張ってくださいね、お兄さん。こら待て、勝手に決めるな。そのことは言えたきりじゃないだ。
私を殺す？できるかしら、次郎さん。高野さん、正直に答えてほしいんだ。君は何を企んでいる？企む？どうしたの、次郎さん。突然変なことを聞いて。ここしばらくの君のことを調べさせてもらった。高野さん、この前電話で話していた女性、あれは誰だ？誰と言われても、電話でお話しする女性なんて山ほどいるわ。一体誰のことを指しているのかしら。とぼけないでほしい。東京の本部で特定の勢力が最近妙な動きをしていることはすでに調べをつけてある。その一端と君が接触していることもね。さすが優秀な方ね。ますます惚れ直したわ。ねえ、次郎さん。私、あなたが好きよ。話をそらさないでくれ。いろいろな男と付き合ってきたけれど、野心も野性味も私には合わなかった。あなたのような固くて真面目な人が一番私にはぴったりの人だった。だから私の全てを受け止めてもらいたい。高野美代の本当を全て理解してもらいたいの。何を理解しようと言うんだい。いよいよなの。もうじきなの。私のずっと見続けてきた夢が叶う日がもうすぐやってくるの。夢だって？ええ、次郎さんには何度か話したことがなかったかしら。神と等しき力を手に入れ、神と同格の存在となってこの世に君臨し、そして愚かしくも無力な人間たちに神の罰を下す。素敵でしょう。そしてそれはもうすぐ実現する。私の手によってね。君のやろうとしていることは自己欺瞞と自己陶酔の塊だ。僕は管理の立場としてそれを容認するわけにはいかない。だから頼む。今すぐ思い直して計画を中止してほしい。管理の立場か。ならあなた自身はどうなのかしら。ひなみざわの研究を3年以内に打ち切れと一方的に通告されて、そしてその理由は自分たちの懐を温めるため。完全に彼らのエゴよ。私の研究、そしておじいちゃんの研究を過剰に誇ってひけらかすつもりはない。それでもひたすら人の善意を信じていつかは報われると身を削る思いを重ねてきた私の気持ちを、あなたには、あなたにだけは分かってもらえると思うのは私の傲慢かしら。高野さん。
次郎さん。もう止まれないの。坂道を下る機関車と同じで、動き出したらもう止まることはできない。私は雛見沢症候群の研究に自分の全てをかけてきた。それを金のことしか考えられないクズどものエゴで潰され、私はもう空っぽなの。だとしたら最後くらい、私にだって自分の夢を叶える機会があっても不公平じゃないと思うのだけど。そのために多くの命を踏み台にしてか。結局ね、人間はいつも一人なのよ。自分の欲望を満たすためなら正義とか倫理なんて平気な顔でドブに捨てるわ。それは歴史が証明している。違うかしら。そして歴史に名を残してきたのはほとんどそんな人たち。正直者はバカを見る。よく言ったものよね。高野さん、落ち着いて考え直してくれ。君は、少なくとも僕の知っている君はそんな人ではないはずだ。あらあら。次郎さん、そんなあなたの青臭いところとっても好きよ。でも残念、私は元からこういう人間なの。たくさんの血を吸いすぎてこの手は血みどろ。その匂いとその感触と味を知ってしまったらもう戻れない。戻るつもりもないけどね。高野さん。まさか、高野さん。ねえ次郎さん、私はね、あなたのことがとても好き。黙って協力してくれたら報酬はもちろん思いのまま。もしあなたが望むなら私のすべて、そして残る時間をみんなあなたに捧げてもいい。それだけは、あなたにだけ私のことを話したように、私の正直な気持ちだから、時間はかけてもいい。考えてくれないかしら。残念だけど返事は一つだ。君たちを、君を見逃すわけにはいかない。そう、やっぱりね。残念だわ。本当に残念。けいちゃん、はいこれ。お、サンキュー。いいな、こういうのって。お疲れ様、けいちゃん。おかげで盛り上がったよ。みんなのおかげだ。俺一人じゃ何もできなかったしな。それでもここまで盛況に仕立てたのはケイちゃんがいたからだよ。それはみんな分かってる。もちろん私だって。あのさ、ケイちゃん。なんだ。その一人で抱え込まないでね。シオンからちょっとだけ話聞いた。ケイちゃんがなんかすごく大きなことを調べて回ってるって。リカちゃんと一緒に、うん、私たちにも言えないことなの。ごめん。
信じるよ、私。ミオン。ケイちゃんが秘密にするってことは、私たちのことを思ってなんでしょ？だったら、私は何も聞かない。たとえどんなことがあっても、私はケイちゃんの選んだ方法を信じるし、ケイちゃんが正しいって、誰にでも胸張って言ってみせる。すまん。でもね、ケイちゃん、約束して。助けが必要になったら、絶対に遠慮なんかしないって。私はいつでもケイちゃんの味方だし、最高の仲間のつもりでいるんだからさ。ね。ああ、わかった。期待してるよ、院長さん。じゃね。ミーは何か言ってましたか？いや、ただ俺たちのことには気づいてるみたいだった。俺たちが言い出すまでは知らないふりをしてくれてるんだろうな。過剰に動けば鷹野たちが計画を早めるかもしれません。消極的かもしれませんが、今は赤坂と富田家の動きを待つ時だと思うのですよ。だな。行く川の流れは絶えずして、しかも元の流れにあらずか。何ですか？それは北条記だ。大昔のエッセイってやつかな。時間の流れは止めどもなく続いているが、その中にある出来事は一つとして同じものがないって意味だよ。そうなのでしょうか。育仙堂、もう正確な数を忘れてしまうくらい同じ時を過ごしてきましたのです。でも重ねれば重ねるほど同じことの繰り返しが続くようになって、いい加減飽き飽きしてきました。運命が無限に存在するという言葉は、それを経験したことのない人のたわごとだと僕は思いますですよ。そうかもな。でもそれはリカちゃんが同じ選択を選び続けた結果じゃないのか。ずいぶん決めつけてくれるのですよ、圭一に。僕の何がわかるのですか。同じ選択なんて、そんな面白くもないことを僕が望んだとでも思いますですか。嬉しさも驚きも二度続けば面白くないのです。だから僕はずっと変わった何かが起こることを楽しみにしていました。いつも意外性を求め続けていたのですよ。ですが圭一、運命の分岐は無限ではありませんのです。僕はそれを知ってしまったから。だからそれこそリカちゃんの決めつけだろ。違うか。リカちゃんはこの世界が今までに経験したことのないものだと前に言ってたよな。だったらまだ運命は打ち止めじゃない。可能性は有限かもしれないが、全てを見つけたと思うのは早すぎる。だからもう少し頑張って探してみようぜ。先に見えるのが袋小路だったとしてもですか。それを決めたのは誰だ。運命でも神様でもない、それはリカちゃん自身じゃないか。だから信じてみようぜ。まだ選択が残ってるかどうかさ。そうですね、かけてみようと思いますです。もうこれが最後でしょうから。
ん？どうしたんだ、リカちゃん。あ、嘘。そんな、じゃあ、今ここにいる僕は、まさか。リカちゃん？おい、リカちゃん？大丈夫か、リカちゃん。立てるか。怪我してなきゃいいんだけど。本当に大丈夫か、リカちゃん。まだ監督も残っているはずだから、すぐに呼んで。平気なのです。このまま家に帰って、ゆっくり休みま、せめてリカちゃんには。バッチキュースか。諦めないで。気持ちが折れたら、そこでおしまいよ。え？今の音は？リカちゃん、それ以上は本当に落ちるぞ。この下に富武さんが。わからないのです。でも感じましたのです。富武がこの山の中を逃げ回っていて、そして、
このままここにいたって何もできないぜ。一旦戻って赤坂さんたちに相談しよう。それでいいかな、リカちゃん。わかりましたのです。ここは一時撤退なのですよ。え？リカちゃん、リカちゃん、リカちゃん、リカちゃーん！ターゲット、電気銃で狙撃。ただし、沼に落ちて目標喪失。腕が悪いわね。発砲ができないとはいえ、夜間訓練くらいは経験しているものと思っていたけど。申し訳ないです。まさか取り逃がして山を捜索するとは全員想定していなかったものですから。ありとあらゆる不測の状況に対応してこそ軍人の務めよ。自衛隊から選抜されてきたとは思えない愚説ぶりだわ。ウグイス4から8、継続して沼を捜索。9から16は周辺を紹介します。他の隊員への追加のご命令を要請します。タホ、目標を見つけるまで全員任務は継続に決まっとうが、何のための捜索隊ね。すっとしゃんとせっか。待って、行方不明ならそれでもいいわ。念のために見つけておいたあれ、ちょうどいいから使っちゃいましょう。あれですか？しかし各校にはどのように伝えるおつもりですか？必要なのはつなぎ役の始末と雛見沢症候群の見せしめよ。彼の遺体を確認するのは後日でもいい。それとは別に、たたりに会う人間があれば問題ないわ。時間がないの、急ぎなさい。もう戻れないか。大丈夫？大変だ。どうかしたんね。青い顔して。なんか見つかった？サンサには内密で、ウグイスからの報告で、アールが、フルでリカが、富武の落ちた沼に落ちたようだ。なんだと？現在も捜索中だが、こちらの行方も発見できず。急ぎ、どう対応すべきかの命令をこう、と言ってきてるぞ。